ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は未だ解明されてない日本の謎第5弾を紹介するぞ。待ってましたー。このシリーズは絶対面白いってわかってるからタイトルコールされただけでワクワクしちゃうよ。すっかりお気に入りシリーズになってるようで嬉しいぜ。今日は歴史絡みの謎を多めで紹介していくから最後まで楽しんでくれよな。それじゃあ早速。ゆっくりしていってね。1、道の文字で書かれた妖怪からの謝罪文。天狗の詫び縄文。トップバッターは天狗の詫び縄文だぜ。静岡県伊東市にある仏厳寺には、天狗の詫び縄文と呼ばれる巻物が保管されているんだ。長さ約3メートル、幅約30センチの紙には、2900字余りが178行にわたってびっしりと綴られているぜ。いやめちゃくちゃ長いな。何があったらそれだけのお詫び状書くことになるの？それは地元に伝わる伝承内で説明されているぜ。1658年頃、東伊豆から中伊豆に抜ける柏峠に天狗が現れたとされているんだ。天狗は往来する人々の邪魔をしたり、村人の畑を荒らし回ったりと悪さを働きみんなを困らせていたぜ。急に出てきてがっつり嫌がらせするのやめて。そんなある日話を聞いた当時の仏厳寺住職日安商人は、天狗を懲らしめようと単独で峠に乗り込んだんだ。この商人は当時怪力無双と恐れられた人物でもあり、天狗を見つけると瞬時に長い鼻を両手で掴みその体をひねり倒してしまったぜ。パワー系住職さんすごー。これには天狗も驚き老将に飛び移ると、一陣の風と共にすぐさま逃げ去ったぜ。そして数日後にこの松の木を切り倒そうとしたところ、風と共に突然木が倒れ、この巻物が舞い落ちてきたんだ。以降悪さはピタリと止んだため、巻物は商人の怪力を恐れた天狗の詫び縄文に違いないと考えられるようになり今日まで大切に保管されていたんだ。ふわー、天狗が実在した証拠にもなり得るしロマンあふれる巻物だね。さてそんな天狗の詫び縄文だが、伝承から数百年が経過した今もその内容は一切明らかになっていないんだ。それどころかただの一文字も解読できておらず、一体何が書いてあるのか、使われている言語が何なのか謎に包まれているんだ。じゃあお詫び状じゃない可能性もあるってこと？全然あるぜ。そもそも天狗は現代では架空の存在、あるいは何かの生物の誤認だと考えられているし、伝承自体の信憑性が怪しまれているからな。唯一の証拠である巻物の内容が判別できない以上、全く違った意味合いの文書である可能性は否定できないぜ。せめて謝罪文ではあってくれ。いたずら書きとかだったら嫌すぎる。デタラメに書かれた可能性は低いとされているからその点は大丈夫だ。というのも過去に解読を試みた人々の調べで、巻物内に記された約2900の文字の中に同じ形をしたものは一つもないことが判明しており、少なくとも素人がいたずらでデタラメな記号を並べたわけではないとされているぜ。3000近い道の文字を生み出してるのすごいな。私の手で解読したくなってきたよ。それなら現地を訪れてみるといいぜ。現物は一般公開されていないが、代わりに伊東にある和菓子屋で証文の写しを包み紙に印刷した羊羹を販売しているんだ。ひょっとしたら美味しい甘みがひらめきをもたらしてくれるかもしれないし、機会があればぜひ立ち寄って解読に挑戦してみてくれよな。2、医学界の常識を覆す謎の地域？認知症多発地域。お次は認知症多発地域を紹介するぜ。様々な理由で脳細胞が死んでしまったり働きが悪くなることで、不可逆的に知能、知性が低下し日常生活に支障が出る状態のことを認知症と呼ぶんだ。現在高齢者の約6人に1人は発症しているとされており、若年層でも症例が見られていることから近年問題視されているぜ。がんや心臓病とはまた違った怖さがあるよね。そんな認知症だが、実はまだ研究があまり進んでおらず謎の多い病でもあるんだ。原因やメカニズムなどにも不明点が多く、抜本的な治療法も見つかっていなくてな。中でも特に謎だとされているのが、日本国内になぜか認知症が多発する地域が存在しているという点だ。多発地域？発症数に地域差が出ることなんてある？医学界では住む場所によって発症リスクが変わることはありえないと言われているぜ。しかしデータを見ると確かに多発しているとしか言えない地域が存在しているんだ。例えば緑豊かな近畿地方のある場所では、昔から重度の物忘れや意欲の低下、手足が動かなくなり歩行や生活が困難になるといった運動機能障害など、アルツハイマー型認知症によく似た症状を患って亡くなる人が多く、住民の間では一種の風土病のような扱いを受けているんだ。自然豊かなら住みやすそうな場所なのに、医学の常識が完全に覆っちゃってるよ。
しかも古くは江戸時代前期に刊行された説話集にこの病と見られる記述が残されているんだ。さらに専門家が調査を行ったところ、確かにその地域の患者の脳細胞内には、アルツハイマー病患者によく見られるタウタンパクが異様に蓄積していることが判明したんだ。このような患者がわずか数百人しか住んでいない集落で、毎年のように確認されるのだから多発しているとしか言いようがないよな。本当に多発地帯じゃない。もしかして認知症には環境とか何か発症の原因になるものがあるのかしら？専門家も同じことを考えたぜ。まず最初に疑われたのは水で、1960年に行われた現地調査では川の水に含まれるミネラル、特にマグネシウムとカルシウムが非常に少ないことが特定されたんだ。ここから慢性的なミネラル不足が脳細胞の死を招いているのではないかという仮説が立てられ、水源の変更や井戸水の使用禁止といった対策が行われたぜ。水がダメと川でしかないって、こうした研究成果に加え流通網の発達により農産物の輸入が増え食生活が豊かになったこともあってか、1980年代には認知症に似た症状を訴える患者は劇的に減っていったぜ。おーおー、これで謎も解明され住人の悩みも払拭できるんじゃ？ところがなんと数年も経たないうちに再び患者が増え始め、1985から1995年の10年間でその数は5倍に激増してしまったんだ。さらに長期間地元を離れ生活している住民が突然発症する事例もあり、水や食料が原因の一つである可能性はあるものの大きな要因は別にあると結論付けられたぜ。じゃあ真犯人は何なのよ？専門家は遺伝病説を有力視したぜ。実際その地域の住人は、北欧人によく見られ日本人にはほとんど見られない遺伝的変異を持ってたしな。まさかの遺伝？でも有力視ってことは仮説止まり？ああ、これまでの研究では共通の原因遺伝子は見つかっておらず、他地域で生まれた人が移住してきて発病するというケースも少なからず存在しているんだ。もっと言えば多発地域で生まれ発症せずに長生きしたものの、その人の子や孫は発症してしまったという事例もあるため遺伝だけでは説明がつかないんだよ。聞けば聞くほど謎すぎる。一体何が患者を多発させてるの？それは未だに謎だぜ。住人の悲痛な思いや認知症に対する新たな知見を得られる可能性を秘めてる事案なだけに、熱心な研究が続けられているが、解明の糸口は見つかっていないんだ。果たしてなぜ特定の地域で患者が多発するのか、いつか全ての謎が解け住人や認知症患者に吉報がもたらされてほしいものだぜ。3、琵琶湖の底に眠る謎多き古代遺跡？つづら尾崎湖底遺跡。お次はつづら尾崎湖底遺跡を紹介するぜ。この遺跡は滋賀県長浜市にある琵琶湖湖畔とつづら尾崎の岬の周辺水域に存在している湖底遺跡だ。1924年に漁師が底引き網でサザエと一緒に土器を引き上げたことがきっかけで発見されたもので、縄文時代から平安時代末期までの土器がほぼ連続して出土している貴重な遺跡だ。そもそも琵琶湖の底に遺跡なんてあったんだ？意外と知られていないが、実は琵琶湖の湖底には約80箇所の遺跡があるんだぜ。まあその中でもつづら尾崎湖底遺跡はズバ抜けて珍しく有名な存在だけどな。何か他とは違う遺跡なの？ああ、まず土器の年代が連続しているのはかなり珍しく資料としての価値が非常に高いんだ。加えて出土した土器には風化がほとんど見られず、数千年が経っているとは思えないほど原型をとどめた完成品が多く存在しているんだ。これは周辺に河川がなく土砂が堆積しなかったことと、湖水や泥に含まれる鉄分が長い年月を経て付着しカバーのようになっていることが要因だとされているぜ。すごー。考古学者さん大喜びの保存状態だよ。そして何より特殊なのは、現在に至るまで遺跡の水没理由が一切謎だという点だぜ。というのも他の湖底遺跡の周辺の土壌には陥没や浸食などの原因と思われる現象の痕跡が残されているが、なぜかつづら尾崎湖底遺跡周辺ではそうしたものが全く発見されないんだ。いきなり湖底に遺跡はできないはずなんですが？もちろんそうだが、調査の結果、少なくとも過去20万年の間には周辺の土地で陥没などの現象は発生していないと結論付けられ、出土した遺物の年代幅や保存状態の良さから、岸にあった遺跡が浸食によって湖に流れ込んだという説も否定されているぜ。水中遺跡あるあるが貫通されてる。また岸に住んでいた古代の人々が湖をゴミ捨て場のように使用した結果がこの遺跡なのではという説も提唱されたが、こちらも土器の保存状態が良すぎるために否定されているんだ。この他にも船の積み荷が水没した説や水位の上昇で集落が丸ごと水没した説などが提唱されてるが、どれも状況証拠と一致せず怪しまれているぜ。
ちなみに一番有力視されてる説は何なの？現状では祭祀や沖合にある竹生島への信仰といった宗教関係の理由で、意図的に水没させられたとする説が最有力候補となっているぜ。この説であれば土器が原型を留めた完成品であることにも、周辺に水没の理由となりそうな痕跡がないことにも説明がつくからな。はい、確かに人間がわざと沈めたならこの状態は納得だわ。とはいえ決定打には欠けているため、未だに真相は謎のままだ。果たしてつづら尾崎湖底遺跡はどういった経緯で生まれたのか。水中という条件が研究を難しくしているが、いつか答えを知りたいものだぜ。4、本当に行基が作ったものなのか不明？行基図、お次は行基図を紹介するぜ。行基図は奈良時代前後から江戸時代初期にかけて使用されていたとされる古式の日本地図だ。飛鳥、奈良時代にかけて活躍した仏教僧である行基が作ったものだと言われており、伊能忠敬が現れる以前の地図は全てこれを元に作られていたぜ。歴史の教科書で見たことある人だ。地図まで作ってたなんて多才だわ。さてそんな行基図だが、実は制作者が誰なのかは未だに謎なんだよ。あれ？たった今行基さんだって話してたよね。そう言われていると言っただけだぜ。というのも近年、行基作の地図に対して懐疑的な意見が多くなってきてるんだ。まずなぜ彼が作者であると広まったかというと、残されている行基図の奥に行基菩薩御作の文言が記されていたからなんだ。じゃあ行基作で間違いないでしょ？ところが立国史や仏教史書などの文献には、彼が地図を作成したという事実は一切記録されていないんだ。加えて最古の行基図は805年に下鴨神社に収められたものであると言い伝えられてるが、現図は残されておらず現存している最古のものは江戸時代の書写で、内容も800年前後には存在しなかったはずの国が記載されていたりと、明らかに当時の状況を反映したものではないぜ。なんだか色々怪しいね。そして何より決定的なのは、地図の中心が山城の国、すなわち平安京になっていることだ。行基が生きていた奈良時代の都は大和の国の平城京であるにもかかわらず、まだ数ある国の一つに過ぎない存在だったはずの山城の国を起点に地図を作成しているのはどう考えても不自然だぜ。ぐわあ、スルーできない規模の問題点叩きつけられた。こうした点から行基図は彼の作品ではなく、後世の人々が数多く存在する行基伝説の一つとして勝手に結びつけたものなのではないかと推測されているぜ。とはいえこの説を裏付ける証拠がないため、真相は今も謎のままだ。また原図が残されていないことから地図がいつ頃、誰によって作られたものなのかという解明できない新たな謎も生まれてしまったぜ。答えが見えるどころか遠ざかってるんだよな。果たして行基図の本当の作者は誰なのか、一体いつ頃作られ、どういった経緯で行基と結びついたのか。今後真相が判明すれば名前自体が変わる可能性もあるし、研究の動向に注目しておきたいところだぜ。5、成立経緯も不明の日本のストーンヘンジ？お栄氏。お次はお栄氏を紹介するぜ。長崎県の五島列島に位置する野崎島にある沖ノ向島神社には、お栄氏と呼ばれる奇岩が存在しているんだ。鳥居のように積み上げられた巨石は高さ24メートルにもなり、離れた場所からでも確認することができるぜ。おお、なんか神々しさすら感じる佇まいね。相変わらず感がいいな。実はこの奇岩、神社創建以前の古代から原始祭壇として向島信仰の対象になったと言い伝えられており、これまで多くの人に崇められてきたんだ。そしてそんなお栄氏にもまた多くの謎が残されているんだ。まず石の成り立ちは不明で、いつ頃、どうして生まれたものなのか一切わかっていないぜ。そもそも人の手で意図的に作られた人工物なのか、偶然生まれた自然物なのかすらわかっていないんだよ。もう全部謎じゃん。自然物と考えるにはあまりにできすぎた形をしているし、人工物と考えるには大きすぎる上に場所も不安定で当時の人々に制作できたのかという疑問は残るぜ。いっそ神様が置いてったって言われた方が納得できるんだよな。ただいつからあるのかという点については、この石の上に沖ノ向島神社が現れた、と地元の伝説で言い伝えられていることから、少なくとも神社が創設された704年にはすでに存在していた可能性が高いと考えられているぜ。まあ多い石絡みの伝説は山ほど存在するから信憑性があるのかと言われると疑問だがな。いや何もかもが曖昧だな。また成り立ち以外にも、昔から語り継がれている謎めいた伝説が存在しているんだ。それがこの石に近づくと方位地震が来るというものだぜ。なんか急に都市伝説めいてない？ところがこの伝説は事実で、実際に現地を訪れた人からも方位地震が狂ったという報告が上がっており、とあるブログでは、スマホに内蔵されている電子コンパスまでもが狂う様子が記録されていたぜ。なんでそんなことに？その理由は解明されていないぜ。わかっているのは間違いなく方位地震に作用する何かがあること。狂った方位地震は岩と岩の隙間から見える神社の方向を指し示すことだけだ。信仰の対象となっている以上滅多な研究はできないし、
この現象が解明される可能性はほぼないと言って差し支えないだろうな。めちゃくちゃ気になる謎なのに、明らかに不思議な力がこの石に宿ってるんだよな。ちなみにこうした謎の多さや巨石構造であるという性質から、日本のストーンヘンジとも呼ばれているんだ。周囲には放置されている遺構も存在しているため、パワースポットとしても歴史的な場所としても人気があるから気になる人はぜひ調べてみてくれよな。6、神話に登場しない謎大き神？荒はばき。最後は荒はばきを紹介するぜ。荒はばきは遥か昔から東北から関東地方で信仰されてきた神だ。主に庶民の間で広く知られており、現在でも全国各地の神社で祀られ続けているぜ。かっこいい名前、けどあんまり聞いたことない神様かも？それもそのはずだ。なんせ日本書紀や古事記といった文献や伝統的な民話にも一切登場していないからな。そのため情報が非常に乏しく、信仰されていた事実や名前、存在自体は語り継がれているものの非常に謎が多いんだ。そんな神様いるんだ？民間信仰の神の中には日本神話を記した文献に登場していない存在もちらほらいるが、民話にも出てこないというのは奇妙だぜ。唯一荒はばきに関連した文献として発見された書物もその後に偽書であることが判明したにもかかわらず、この神を祀っている神社は複数あるというのがまた不思議だぜ。神話に出てこない謎の神、ますます中に心がくすぐられるよ。そんな神が抱える謎だが、まず一体いつ頃、どういった経緯で信仰され始めたのかはっきりしていないんだ。さらに具体的に何の神として崇められたのかすらも曖昧だぜ。あまりに謎が多すぎない？一体何者なのこの神様？近年では足及び下半身の神説、ご身体が黒く光る鉄の塊であることから鉄の神だとする説が有力視されているが、真相は謎のままだぜ。果たして荒はばきとは一体どんな神なのか、なぜ全てが謎に包まれているのか、解明すれば宗教的知識だけでなく、新たな歴史を知る鍵になること間違いなしの存在だぜ。というわけで今回は未だ解明されてない日本の謎第5弾を紹介したぜ。もう今日出てきた地名全部行こう。そんで全部の謎に挑戦しよう。一瞬で休日の予定がパンパンに。だが現地を巡りたいと思うほどロマンやワクワクを感じてもらえたなら嬉しいぞ。私は特に荒はばきの謎が気になったから、現存してる関連神社を巡って推理する旅がしたいんだがどうだ？途方もない長旅になりそうだけど楽しそうだからオールオッケーだわ。それじゃあ旅行の計画を立てるために動画はこの辺で締めるとしよう。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくねー。